パナソニック東京汐止めビルは東京都港区東新橋一丁目の汐止め地区にある超高層建築物である。2003年松下電工東京本社ビルとして完成。松下電工は2008年にパナソニック電工に社名変更し、2012年にパナソニックと合併して同社の社内カンパニー、パナソニックエコソリューションズ社となった。これに合わせ、 建物名も変更されている。電気設備メーカーの本社ビルであり、ビル丸ごとショールームをコンセプトとして、竣工当初から省エネルギーの取り組みが進められた。LED 照明やビムズ、地域冷暖房の導入、屋上緑化や太陽光発電が採用され、2015年のに、酸化炭素排出量は2003年比51.9%であった。これまでに日経ニューオフィス推進省、 日本照明賞、電気設備学会賞、環境省エネルギー建築賞を受賞している。地上1階から地下2階にかけては、照明器具やシステムキッチンなど、住宅設備を展示するショールーム、パナソニックリビングショールーム東京が開設されている。4階には、松下電工が1990年代から収集したジョルジュロオーの作品を収集。 展示するパナソニック塩止め美術館がある。2013年3月には、財務体質改善のため本ビルの所有権を、三井住友ファイナンスリースと、日本ビルファンド投資法人に売却。引き続き、パナソニックが沈借して入居する。ありがとうございます。